皆さんこんにちは、みのりんです。じゃじゃん、 DIY 系 YouTuber とかスライムとかスクイーズを作ったことがある方は同じ問題抱えていると思いますが、今ねクローゼットの中に材料がめちゃくちゃあります。いつか必要になるだろうなと思ったものとか、買いすぎてしまって残ってしまったものとかめっちゃあるんです。12、13、14、15、15個に小分けしたパーツがあるんですけど、15個ぐらいだったら違う種類のスライム0円でできるんじゃねと思ったので、今日は0円で私の部屋にあるものだけを使ってスライムを作ってみたいと思います。早速作っていきましょう。まあルールはすごく簡単で、1、私の部屋にあるもの、2、全く同じスライムを作るのは NG とします。スライムを作って違う材料を入れたら OK なんですけど、一つのスライムをたくさん作って全部にこう流し込むのは NG にします。 NG ね。何かしら変えていきたいなと思うので早速作っていきましょう。じゃじゃん、押し入れの中を掃除したらこんだけ色々と出てきました。もうノリだけで 1,2,3 3種類やります。これとこれは一緒なので、色をつける道具に感触とかを変えるものもいくつかあります。はい、まずはボウルを用意します。その中に、まあ最初なので普通に洗濯のり使っていきます。多めに作って感触系のものをいくつか作ろうかなと。そこにお水を少しだけ入れて、さっき中華の出前頼んだらついてきたプラスチックのレンゲを使って混ぜていきます。麦茶じゃなくて放射です。放射を入れます。おお、早い早い、できてきたできてきた。うんうん、いい感じいい感じ。はい、でこれを何等分にしよう。4等分。まずは簡単に超普通にキラキラ系を入れます。全部入れちゃいます。おお、雪みたい、絶対綺麗。混ぜていきましょう。めっちゃ可愛い。はい、こんな感じでキラキラした透明のスライム完成。ラメ入りスライム、じゃあここに入れてと。次はと、透明のガラスビーズ入れます。透明なものだらけ。これも伸ばして、これはこれで絶対綺麗。ちょっと入れすぎたかな。入れすぎ。お掃除お掃除。ガラスビーズ入りのスライムめっちゃ綺麗。なんか透明に透明だったんで、さらになんかねプラスチックみたいな感じに見えるけど伸びる感覚面白い。あーいいねいいね。ちょっとね透明すぎて分かりづらいので、ここで青入れようかな。よし、一滴。このマーブル的な感じのままでも綺麗かもしれない。わー、すごい海っぽい、綺麗綺麗。これを多分全部は入らないので、ちょっとちぎって入れます。2つ目完成。まだまだあります。これは視聴者さんからいただいたガラスビーズです。さっきのよりね細かいのと色がついているので全く同じじゃないです。ほんといつもありがとうございます。そう、こっちの方が絶対綺麗。ほら、できました。こんな綺麗なガラスビーズ本当にありがとうございます。なんかねシンデレラの靴みたい。綺麗綺麗、青系がねすごい綺麗。はい、じゃあ次のスライム何入れよう。これにしようかな、金箔系。じゃあ行きます。お、綺麗、いい。これね100枚入っているのでまだまだ入れられます。本当は昔にね100枚金箔を入れるスライムっていうのを作りたくて買っていたんですけど、一度も作らずじまいでした。あ、手にちょっとついちゃった。はい、っていうわけで金箔混ぜスライム完成。全部入るかな。あ、入った入った。これで4つと。まだまだ作ります。エルマーズグルを入れようかな。全部入れちゃいます。でもねそんなにないんですよね。2個ぐらい作れるかな。いつまでも出続ける。お水投入、混ぜます。でここにですが、じゃじゃん、こちらを入れます。キャラメルシナモンラッテの香りです。アメリカにでしか売ってないです。これを入れます。入れすぎたかな。わー、匂いがねすごい。めっちゃキャラメルの香りがする。よーく混ぜて、匂いがとにかく強烈。で放射入れちゃいます。やばいぞ、これは匂いを入れすぎてしまった可能性があるので
ヨーグルトみたい。ちょっと固まりづらいスライムになってしまって、ものすごく放射入れました。5分割くらいできるかな。2、なんかお餅を取り分けてるみたい。よいしょ。はい、6個のスライムになりました。これらにね、次々と違う材料を入れていきます。発泡ビーズ、あ、そっち行っちゃダメ。色がすごいついた。シナモンの匂い付きの発泡ビーズスライムです。ちょっと多いかも、入ると思ったのに。どんどんいきます。では次はふわっと軽い粘土、緑バージョン、ちぎって入れて混ぜちゃいます。そしたらね、バタースライムのような、クリームチーズのようなスライムになります。いいね、いいね。なぜかうちに緑色だったので入れてみました。個人的には使ったことがない色です。ここがつながって雪だるまみたい。よし、じゃあ続きましてと、まずはパールライラック色の絵の具を入れます。後入れだからね、手につかないように綺麗に混ぜていかなきゃ。本当はね、混ぜてる段階とかで絵の具を入れると綺麗にできるんですけど、この中にフェイクスのクラウドスライムにしちゃいましょう。おお、ちょっとずつ混ぜていくといいクラウドスライムができると思います。納豆みたいに伸びてきました。これでね、クラウドスライムの完成です。さすがにこれは大きいので、ちょっと、わかったわかった、この中に入れます。一つはね、このまま入れちゃいます。香り付きのスライムなので、まあ、普通のスライムとはちょっと違います。でもね、見た目的に可愛くないから、これ入れちゃおうかな。あ、可愛い。あー、どんどんいきましょう。さらに細かく分け、バイオレット、白、赤、青、混ぜて、あ、色がすごい、絵の具入れすぎたかな。この混ざりかけの感じで全部一緒にしちゃいます。いや、これ失敗じゃない？結局普通の紫色のスライム完成です。まあ、ただ絵の具を混ぜただけのスライムもなかったので良いでしょう。うん、どんどん行きましょう。今度はクリアバージョンのエルマーズグルー。糊が変わるだけで質感とかも全然違うので、また違ったスライムになります。お水、いいね。やっぱりエルマーズグルーはいいスライムができます。弾力がある。これも小分けしましょう。はい、まず1つ目、スパンコール風のハートのキラキラ、これは絶対可愛い。はい、一丁上がり。はい、こちらもまたまた視聴者さんからいただいたものです。本当にありがとうございます。大切に大切に。星型のスパンコールですね。わあ、めっちゃ入れた。ここに入れよう。あと1、2、3、4、4。でも一つはね、超大きいの作んなきゃダメ。もうどん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 行きましょう。ドアッと、はい、おお、ここまでいらなかったかな。こんなにいっぱいのクリアスライムってあんまり見ないですよね。よし、じゃあちょっとずつちぎっていきます。まず1つ目、100均のコンペイト、出てこない。めっちゃ可愛い、普通に可愛い透明のスライムです。ラストスパートいくよ。はい、ない。じゃじゃんとグリッター。何のために買ったグリッターだか覚えてないんですよね。せっかくなので全部使っちゃいましょう。ミニチュアバージョンのグリッター入れすぎスライムです。めっちゃ綺麗。お掃除、お掃除。ちゃんと全部のグリッターを拾ってあげましょう。わあ、めっちゃ綺麗。あ、入った入った。じゃあ一番大きいの作ります。じゃじゃーん、光るやつです。これもね、またすごく昔に買って、いつ買ったんだろう、1年半ぐらい前に買ったと思います。使えるかな。絶対可愛い。なんか半透明のままでも可愛いかも。いい感じな不透明なピンク色になりました。可愛い。で、ただのスライムかと思いきや、暗闇で光るという、めっちゃいいスライム。入れすぎてる。せっかく綺麗に盛り付けてたのに、ちょっと取りましょう。はい、というわけでちょっと困ったぞ。最後に一つだけ残ってるんですけど、何にしよう。じゃあ最後はこれを使います。これはね、実はちょっと出してみますね。アイシャドウの元です。一から自分のアイシャドウを作りたいと思って、いろいろと材料を調べて買った時があったんですけどね、まだ作ってないんですよね。手作りメイクとか本当に一からですよ。作るかもしれないですけど。スライムの中に混ぜていきます。これぐらい入れちゃいましょう。気持ちいい。細かいラメ、顔とかにもつけられるほどの無害の粉です。ゴージャス。じゃじゃーん、
めっちゃすごい綺麗、ゴージャスゴージャス。というわけでこれをここに入れます。ではいきます、せーの、じゃじゃーん。なんと0円で買い足しなし15個のスライムパレットできちゃいました。音フェチもできたり感触も違ってめっちゃいいパレットができたと思います。個人的にねすっごく気に入っています。嬉しい。クラウドスライムに音フェチ用のスライム、ね、これめちゃくちゃ楽しかった。香りもいい。何よりね、今まで昔作ろうと思っていろいろと買っていた道具を全部使うことができたので超嬉しいです。危うくはなってきたんですけど、あともうちょっと作れたと思うので、またね今度作っちゃうかもしれないです。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram やってるのでぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。